大岩寺は、愛知県豊橋市、大岩町にある、総東州の寺院である。三号若宮三山境外仏道として、天平二年に、行期の回帰と伝える岩や観音がある。本尊は、千手観世音菩薩座像。三河国岩屈、観音図、伝承によれば、奈良時代の創行期により、岩や観音が建立されたという。大岩寺は、 観音堂の卓中の六棒の一つで岩屋山の山徳にあった。六棒のうち、大岩、時はり三河国厚見郡、雲国の高野山新言宗船形山不門寺の末寺に置かれるようになった。現那八年、東東海国宿足寺の通り山総達が、相当州に改修させ再興。大岩寺のある、大岩集落が移転するとともに寺も東方に移転。 大岩集落が二川宿の一部となり、宿場町の寺院となり女子七国を領した。現在の本堂は昭和47年に再建されたものであるが、それ以前は東観音寺の堂を移築したものを消失するまで本堂としていた。歴代住職は備前国岡山藩池田氏と親しく、池田結構の大名行列が、 二川塾に着くと住職が本人まで出向き対談する慣習があった。また、寺小屋を開いていた。歴史的には岩屋観音のもとに大岩寺があったが、明治維新を迎えると岩屋観音は大岩寺の境外仏堂となった。伝承によれば、天平2年に全国を暗記する容器が一尺一寸の木造の千字観音を堀リは穴に祀ったという。これが、 大岩寺の境外仏道岩屋、観音の始まりであり、岩屋観音の一望であった大岩寺の起源とされる。天正十三年、岩屋山が炎上し、観音道以下、寺は衰退した。天正十八年、天下人関白、豊臣秀吉により、新君石八州以降となり、東三河に池田照政が封じられた。三河国吉田城主となった照政は、岩屋、 観音を信じにしていたと伝わる。宝永4年旧暦10月、宝永地震が発生する直前、東東海国シュラスカ塾に泊まった、テルマサの彦である、池田綱政の夢枕に、観世音菩薩が現れ今後起きる地震や津波の難を告げたという。津奈正一行は急ぎ、街道を西に登り、三河国に川宿へ入った。マグニチュード8.4とも推定される大地震が起こり、 東海から九州にかけて大津波が襲い、白須賀塾は南から来た海水の前に飲み込まれて壊滅した。命拾いをした津政は観音の名画と考え、岩屋観音に消えした。津政が寄進した観音教一館、絵馬4枚、黄金灯籠一体は豊橋市の指定有形文化財となっている。観音像、編集江戸時代の吉田大橋現在。 国道1号の岩屋下交差点の東の大山の上に約2.9メートルの聖冠論像が立っている。豊橋の地名の由来となっている豊橋は、初代の橋は鎌倉時代仮設であるが幾度も掛け替えられている。このうち法暦四年の掛け替えは南高寺であったと伝わる。これを受け負ったのは江戸下屋の大工であった。大工の模平と弟子の前衛門は岩屋、 観音の観音堂に賛同し、無国による方法で大橋を架けたという。この保温のため、江戸下屋の孔により、明和2年に建立された立造物である。屋外の岩や山の山頂のチャートの大きな岩の上に、雨天の日には濡れて立つため、濡れ仏と,と呼ばれた。大正12年、ドイツ人の医者のベルツ博士の花夫人により、岩を登るための鉄の柱と鎖が寄進された。 ただし、この観音像とベルツ夫人のテッサは昭和19年太平洋戦争で供出された。現在の像は昭和25年に再度混流された聖観音像である。今は国道1号を通る人々にとってのランドマークとなっている。観音堂、編集観音堂は天正13年の岩山火災で消失したというが、 原文3年に採築されるまでの記録は不明である。その後は、集築や採築を繰り返して、文政8年に採築された、現在の岩屋堂に至る。寄せ棟作り、桁行き三県、張間島の建物である。各天井版32枚は後世に付け加えられたが、これには、温田石法をはじめ、当時の吉田賀人による絵が描かれている。霞冷屋街道一の立ち仏という、 古市木田の文化12年の区比がある。現在46.1ヘクタールが豊橋市役所によって、風地地区に指定されている。岩屋観音の所在地、編集生観音像岩屋、観音の石仏郵便番号441-3147、愛知県豊橋市大岩町日内坂20番地豊橋市、指定有形文化財以上、美前国岡山藩主、池田綱正晋。 郵便番号441-3142愛知県豊橋市大岩町東郷口65番地。ありがとうございます。